ールはとても単純だった。塔の最上階から1階へ降り、先に脱出した者が勝つ。ただし各階に備え付けられた階下に続く12の扉の中で施錠されていない扉は1つだけ。一度通った扉は施錠され、次は無作為に選ばれた別の扉が解錠される。説明は以上よ。さて、準備はいいかしら。ああ、せっかくこんなたぎるような場所を用意してもらったんだ。さっさと始めようぜ。互いを見据える表情に狂気がにじむ。死の脱出ゲームが幕を上げた。おいおい、ナイトメアじゃねえか。なんでこんなところにいるんだよ。ああ、あの人形たちから教えてもらったのよ。は？信じらんねえ。彼らはここの鍵。倒せばわかるわ。何わけわかんねえこと言って。とりあえずやるしかねえな。燃え盛る塔の内部が次々と湧き出るナイトメアによって埋め尽くされていく。その群れにキラリが振りかざしたのはライブラリにのみ存在するはずの力だった。お前、その力。これもあの人形たちからもらったの。そうしてキラリが放つ一撃がナイトメアを蹴散らすと、宙に文字が浮かんだ。彼女はしばらくその文字を眺めた後、ある扉まで歩いていく。お先に失礼するわ。その言葉を最後に、キラリの姿は扉の向こうに消えていった。